うるさいよ、ピコーンじゃないよ。ってことはこっちの方向にあるかな。鉄くずを手に入れた。おう、グレムリンめっちゃおるやん。さあやっつけろー。お、みんなレベルが上がったけマジックポイントも回復しとるね。いい感じいい感じ。この全体攻撃をね極めてくれたら結構強くなると思うんだ。多くは多くで一体一体に対するこの攻撃力が半端なくなってきてるし、いい感じにコンボが続くね。いいよいいよ。みんなおっしゃー、レベルも上がったんじゃない。あ、そこはまだか。スタンバイモンスターのレベルが上がった。そしてん？これはどこだ。戻ってきたわけではないのかと。特に何もないな。うん、特に何もないや。行き止まり。ただの行き止まりあれ。メタルハンターがなんか2体眠っとったけど。なんか怪しいよね。まあ、とりあえず別の方向に行ってみよう。とりあえず別の方向に行くんやけど、またあれやろ？多分ちょっと黒っぽい筒状のやつがテーブルの上とかに置かれとると思うけん。カードキー、宝箱の中に入ってなかったもんね。なんか別の感じでテーブルの上に置かれとった。あれをまた探さんといかんのか。お、ベビーパンサーがまたもうちょっとレベル上がる。なんかあっこはしごかかっとる。これは登ってはいけない感じか。うるさいよ、ピコーンじゃないよ。お、この2匹。もう、なんかメタルハンターもさ、あっという間にやられるのに、こうやって攻撃を仕掛けてくるけんね。グレムリンの方があっという間か。さあ行け、オーク。よし。ベビーパンサー強いな。やった、ベビーパンサーレベルアップ。いい感じだ。今なんかおった？何さっきの。なんかピコンって言ったことない、この辺。あれ？気のせい？こっちから来たんか？こっちに行くんか、やっぱり。これは？魔導の力。お、降りていくぞ。そしてまたセンタービル29階。はい、薬草ゲットー。あ、あのびっくりマークのとこにあるってことか。びっくりマークのとこにやっとたどり着けた。やっぱりぐるっと回ってくる感じやったんやね。あ、爆裂剣って全体にダメージがいくわけじゃないんか。一匹のモンスターに2回ずつとかそういうこともできるんや。よし、これで。あったー！カードキー、ベータを手に入れた。で、宝箱もあったね、今。宝箱。金の鉱石を手に入れた。これは何やろ？売ったら高く売れるとかそういうことかな。それかなんか武器の強化とかに使えるんかな。武器って。人間が戦うわけじゃないけん違うか。んで、邪魔だよ、君。向かってきたってどうせやられるんだからな。でもほんともうなんかグレムリンあっという間だな。弱い弱い。あんな感じで、メタルハンターもやっつけたい。メタルハンターまだちょっと時間かかるね。鉄くずを手に入れた。お、プリズニアンレベルアップ。イェーイ。さあ、それじゃあ、開くよ。カードキーベータでドアのロックを解除した。で、この奥に揺れの原因が。ようやく問題に部屋に入れたぜ。さーて何が出るかな？おぉ。ドア、なんかいるぞ。アイラ、なんとかしてくれ。なんとかと言われましても。やっつけるしかないよな。うお、怖い怖い。殺されそうだよ。これは？キラーマジンガ？えい。侵入者を発見。直ちに排除する。うおー、怖い怖い。ガードマスターやって。みんな頑張って。
あ、でも結構ダメージは普通に与えれる感じか。一桁とかじゃないけん。まあ大丈夫かな。いけいけ。あ、そうやって連続攻撃よろしくないよ。あ、いいねいいね、オークホイミ。命大事に。今一桁やったぞ。回復が。あ、ちょっと、お。待って、薬草使えばよかったね、今。次薬草使うから。みんな耐えてね。耐えてね、耐えてね、耐えてね。ダメじゃねえか。あ、ベビーパンサーは耐えてくれてありがとう。ってことは、これちょっと、オークに、薬草を使って、で、はい、みんな攻撃。回復薬の、オークに死なれては。あれはさっきから何なの？何？攻撃？体力を奪ってるの？あー、戦うを押してしまった。ベビーパンサーの体力を回復したかったんだけど、やっつけたじゃん。やっつけたじゃん。あー、よかった。ボーナス連携フィニッシュかける2。おー。やった、レベル上がったみんなの。イエーイ。このボーナスかける2って何やろ？経験値が倍になったとかそういうこと？やったね。ちょっと手強かった。若干。めっちゃ覗き寄る。ふぅ、ビビらせやがって。勝手にビビってんじゃねえか。でもこれで邪魔をされずに中に入れるようになったぜ。あゆな、早く部屋を調べようぜ。オッケーオッケー。てか、あいつじゃないの？揺れの原因。違うの？ここが問題の部屋だぜ、アイナ。それじゃあ、地震の原因を探すとするか。地震の原因。お、宝箱。小さなメダルを手に入れた。メダル王女とかおるんかな？メダルの王様とか。どれ？これ？別に何もない。というか、何もできない。あ、これ。いや、別に何もできないっすけど。何をどうするのこれ。あ、これなんかチカチカ鳴りよる。どう？わかる？このメッセージが再生されたということは、無事にセンタービルまで着いたようね。ん？もしかしてあの女の子？おー、すごい。震えてる。導かれてきたってことか。今のあなたはモンスターマスターとして世界について知り始めたばかり。すごいな、技術が。まだまだわからないことだらけのはず。でも私が話し聞かせただけでは。何？話せよ。あなたはきっとこの世界で起きていることを信じることはできないでしょう。だからここに記録を残したわ。過去にあった戦いの記録を見て、聞いて、感じて、かつてこの世界に何があったのかを。何？今からムービーがお送りされるの？ぽいね。お。なんか懐かしい砂嵐。お、なんだ？これあの女の子よね。そろそろ出発かい？謎の老婆。すまないね。あんたたちの背中に全てを背負わしちまった。すごい、なんか椅子が浮いとる。謝らなくていい。俺たちがそうすると決めたんだ。ん？これは、私？ってこと？記憶を失う前ってこと？大丈夫。必ず勝って戻るから。私と彼とならきっとやってみせる。それがなんでさ、あの機械に、幻想を見せられるようになっとったんやろ。この子のことは私に任せておきな。敵には指一本触れさせやしないよ。ん？こっちかな？あっちかな？どうやろ？こっちか？年が同じぐらいやったしね。ええ、信じているわ。それじゃあそろそろ行きましょう。話が読めない。お、すごい、二人乗りできるんや。重そう。大丈夫？首もげない？しんどそうじゃない？あれ、首。なんか飛び立ってったけど。
任せてよ、二人とも。このブレイクワールドの未来を。お、終わった。アユナ、ルキアを。レジスタンスのルキアを探して。ルキアが、世界を知るための、あなたの旅の道しるべとなる。誰？手がかりは、陥落の霊道に。どこ？ルキアっていうのは、何？あの小さい男の子の方？消えちまった？今のは何だったんだぜ？おい、アユナ大丈夫か？今のって、おめえに向けたメッセージだよな。記録に出てきたのはおめえだったのか？ぽかったよね。そうか、昔の記憶がないんだったな。でもあれはどう見てもおめえだったぞ。あ、やっぱりあっちのでかい方よね。どうやら、おめえはあの姉ちゃんと一緒に何か巨大な敵と戦ってたみたいだな。ぽいね。なんだなんだなんだ、結局揺れようんやけど。おっと、うっかり忘れてた。地震の原因になった機械を調べねえと。さっきのは何？ここの機械をいじったことで反応したわけではないんか。どれ？これか。赤く点滅しおる。おお、動き出したぜ。これは、何なんだぜ？いや、わからんけども、私には。何？何がどうなってるの？え、なんかめっちゃ動きおらん？島ごと。え、何事？なんか来た？ん？これはまたなんか別の世界？なんかな？あ、ぽいよね。なんかめっちゃ暗いんやけど。あそこに行けるようになったってこと？ん？なんか大陸が。なんかいっぱいいろんな大陸に行けるんや。ほらほらほら、なんか行き先が。あれは、なるほど。俺、分かってしまったぜ。この部屋はな、大陸をつなぐ移動装置。その欠点を補う補助システムなんだよ。いいか、移動装置には射程ってもんがある。あまり遠くには飛ばせないんだぜ。でもこの部屋を使って大地を動かせば、目的地にまで届くようになるってわけだ。大地ごと。誰が考えたのか知らないが、こいつはすごい技術が使われてるぜ。次はあの大陸に移っていけるってことや。ん？この四角い点は、ここみたいなデータルームのある場所か？各大陸にここと似たような部屋があるってことは、つまり、行く先々で大地を動かす装置を起動させていけば、全世界をくまなく冒険できるってわけだ。すげえな。世界地図がすごい動きまくるってことや。ともかく、地震の原因はつかめたぜ。どうもさっきの装置の誤作動みたいだな。誤作動、誤作動で大陸が動くってすごいな。まったく、のちおら騒げな機械だぜ。人騒がせじゃないけん、人騒がないけんのちおら騒がすな。まあ、今は正常に動いてるようだが。それじゃ、キングに報告しないとな。一階に戻ろうぜ、アイナ。オッケー、オッケー。さあ、キングへ報告しに行こうぜ。俺たちの仕事は大成功だったんだから。帰り道も道案内とごめん、よろしくだぜ。俺は一人じゃ帰れないからな。そんなニッコニコで言われましても。なんかさ、ルーラでは帰れんねやっけ。ああ、今使えない。何事だよ。建物の中では使えないってことかな。とりあえず帰りたいんだけど。帰りたいんだけど、どこだ？これか。ん？これで合ってる？はい、帰るよー。エレベーターのロックが解除された。エレベーターを利用できそうだ。エレベーターを利用しますか？一回。お、一気に帰れるやん。よかったよかった。ほい、報告。ただいま戻ったぜ、キング。原因はやっぱり最上階にあったぜ。やっぱりすごい明るい曲だな。あそこには大地を動かす装置があってな。そいつの誤作動で地震が起きていたらしい。すげえな、すごい誤作動。おお、大地を動かすとな。まさに人間の作った英知の結晶であるな。しかし誤作動とは、エースよ、今は治ったのであるか？
そんなちょこ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 大陸移動されても困るよね。そう、大事なのはそれです。また地震が起こってはたまりませんぞ。機械は安定してたし、もう地震は起こらないと思うぜ。ジャックよ、エースがそう言うならば、本当に大丈夫なのであろうぞ。すごい信頼やね。地震の心配がなくなったのなら、これはめでたきことなのである。それよりキング、問題が解決したところで。うん、許可はすでに出しておる。発見した配合装置のこと頼むのである。了解だぜ、すぐにでも動かしてみる。アイナ、おめえも見に来いよ。はい、ということで、まあ結構長くなったんで、今回この辺で一旦終わりたいと思います。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことは次回から配合ができるようになったってことかな。次回は配合で、今回できるかと思ったのに思った以上長くなった。